はい、えー、ご視聴ありがとうの動画とですね、えー、あと、まあ、内海先生のあと、まあ、いろんな人の名前、ねえー、ですね、あのー、言いましたけど、えーまあ言たね、言ってなかった人もね、言ってなかった人いっぱいいるんですけど、言い切れないのでですね、えーまあ、ツイッターをね、明日の世界2さん、明日の世界。 2ですね。あの1が凍結しちゃったんですね。えー、あとビビ、ね、ビンボさん。貧乏さんね。貧乏さん。あと、まあ、ラプトさんは言ったんですけど、ラプト理論プラスアルファとかね。えー、あと、YouTube はね、カメちゃん、カメちゃん先生ですね。えー、あのカメちゃんで出ると思うんですけど、はい、あと、アキラボーイさんとかですね、ナルトさん。 アキラボーイさん、ナルトさん、誰でしょうね、あとね、うん、あとね、うん、感想的な方でね、えー、表があれば裏があるっていうね、えー、この方ね、まあ、あの、アド、アドなんとかっていうね、うん、赤い靴っていうね、えー、あれを教えていただいてね、うん、あ,あとね、うん、そうそうそう,そう、あと、ほら、うん。 ままあ、まあ元祖はね、大橋誠先生ですけどね、うん、これも、あれの関係はね、うん <laughs> えー、そんな感じでね、まあヘブニーズさん見ればいいですよね、ヘブニーズさんってね、うん、ヘブニーズさんってずっと言ってきたのでね、うんうん、あと私は、まあ、南へシュタルうんレディオ、南へシュタルレディオね、これを1からね見てほしいんですけどね。うんあの 別に、そんな真剣にねあの、見なくてもいいですかこう、ちょっとつけとけばね。うん。私も全部ね、今、記事をね、全部、全部ね。あの、文字のやつはで、ちょっとでききれてないんですけどね。文字のやつはもう何千本もありますからね。うん、ちょっとね、なかなか難しいんですけどね。あれはだけ、あれだけね、ちょっと2倍速で読んでたんですけどね。うん。最近ストップしてて、うん。あの、もうできてないですけどね。 あと昨日言ったね。えーうん、まあ私はね、一番、うん、チャンネルズーっていうね、チャンネル ZO33、ねうん、と911ですね、うん。この人、この人は本当に、うん、素晴らしいなと思ってですね、ずっと。うんえー、まああと昨日いっぱい言いましたけどもねあ、ラッキーデタラメ放送局か。ラッキーデタラメ放送局もね、うん、素晴らしいですよね。 えー、そういう感じでですね、この前の YouTube をね、ちょっとこちらに、うん、書いといてね記記記録、記録にね、書いときます、はいえーまあ。その他ね、うん、その他ね、ツイッターなんてもう,もう、ねうん、もういろんな角度からね、周りなちゃんとかですね、 もう,も,うもうちょっとね、うんうん、もう言い切れないのでですね、うんうん、誰をどうしたらいいかね、<laughs> QHAF ね、<laughs> QHAF はね、ちょっとね、あれ、過激ですけどね、QHAF ね、いいと思いますね、うんあ,のはいえー、ある意味、正しいと思いますね、で逆から見れば、うん、何言ってんだっていう感じ。 まあ全員そうなんですけどね、何でもね、<laughs> 物事ね、うん。表があれば裏があるね。えー、あの方の最近見てないですね。はい。うん、まあまあ、いろんな方の見てるですねあ。あと今日もね、無、えー、別なチャンネルに、ね、コメントいただいてですね、うんえー、この方は知ってますかってね、うん、ちょっとその方もまたね、見たいと思いますけどね。うん あとね、うも、ん、ういっぱいね、教えていただいてもね、もうちょっと私の許容量がね、あの、すみません。超えちゃうもんですからね、うん、あの、その受け入れるのにね、時間かかるんですよ。あ、あマドモアゼル・アイ先生とかね、マドモアゼル・アイ。あと、フラットアース関係ですね。あ、あの、中村幸三さんっすごかったですよ、中村幸三さんね。あ、これね、あの方はね、本当ね、うん、私前から言ってますけどね、 中村さんんででいいすねフラットアースの元祖の元祖的な方ですようん、うん、あともういっぱいいらっしゃったんですけど最近もう全然もう全然目立たないっていうか出て、まあ、私が注目してないっていう、うんうん、ことですね、まあ、フラットアースだ,だけじゃねもう限界がありますよねうんでも別にフラットアースの方はフラットアースだけやってるわけじゃないからねうん と、はい、ということでね今日は「恐怖の料理」シリーズですね。で、この <laughs>、えー「恐怖の料理」シリーズね、やっぱね、こっちのチャンネルじゃないとダメなんだなってね、ちょっとね、あの反省しまして、はいえー、またね、そんな、あとアリさんシリーズがね、ちょっといい場所を見つけてですね、撮ろうかと思ったんですけどね、えー、今日はね、えー、OK クラブ、会員カードね、えー「恐怖の料理」ね、OK クラブのカット。 OK, ストアの方へいうこともね、これもちょっとタイトルにね、えー、入れたいんですけどね、今言ったようなね、えー、こういう感じですね、映、うん、ってる通りです。はい。うん、まあ、どうなんですよね、働いてる方もね、まあ、まあ、OK だけじゃないですけどね、うん、全部ですけどね、日本中ね。えー、それでですね、えー、恐怖の料理シリーズね、 えー、やっぱりね、もう私ね、キムチっていうのにね、いつからはまったっていうかね、キムチってすごいなと思って、でそう、食べたい、食べたいと思うんですけども、なんかね、ゆで太郎さん行ったりね、松屋さん行ったりね、あ松屋さんもあれ、あれなのかね、あの、あの宗教の関係なんでしょうね、うんうんあの、よくブックオフは出てくるんですけどね、うん、まあ,あの、色でわかるからね、あのね。 うん、あでもね、それもね、それもちょっとタイトルでね、うんなんとかね、入れていきたいなと思ってたんですけどね、あのー、大きな宗教ですね。あのー、なんか分裂っていうかね、分裂ですね、あれね、うん、政治と、えーまあ、宗教をね、うんあのー、分けたいみたいなね、話がね、前結構出てたんですけど、最近出ないですね。うん、あれはもう、なんですかね、もう、あのー、一枚岩じゃないっていう。 話なんですよね。うん。何でも、まだ、一枚岩になることなんてね、あの、人間である限りありえないからね。うん。あのー、 絶対、あの、二人だって無理だからね。<laughs> ああこれはこう、こんな話になると思わなかったけどね。今日のハイライトですね、これね。二、うん、人だって無理だからね。それはね、夫婦のね、80%以上のね、がね、もう全部崩壊してるって、これ科学的に出てるかこれ長いこと言ってますよね。うん。あの、みんな我慢してるってね。うん本当 本当に仲良しの人もいるっていうね、それはですね、やっぱり勉強してるっていうかですね、いろんなことを知っていかないとですね、そういうふうになれないと思うんですね。私も無知だったからですね、あ,あれじゃね、だから償いって曲をね、弾いてるんですけど、一生懸命ね、何回弾いたかな、はい。また弾きますけどもね、う。ん 無知ってことですね。やっぱね、お互いをね、尊重し合う。これ片方でも無理なんですよね。お互いがお互いを尊重しないとですね、あの、ダメなわけでございますね。<laughs> 当たり前ですけどね。それがもう3人、4人になったらね、もう無理なんですね。人間なんてまとまるわけないんですよ。うん。だから、三角ピラミッドのね、あの、システムっていうのは、やっぱり素晴らしい面もあるんですよね。うん、うん。 それも強制的にね、うん、統一するっていうかね、うん、だから、何でも0100じゃなくてですね、うん、三角ピラミッドには、三角ピラミッド社会のですねいい面も、それはあるけれども、まあでも、多分ほとんどの人はそれ嫌だと思うんですね、ただそれしか知らないから、えー、選択肢がないっていうね、うん、三角じゃなくて違う形の世界っていうね、 を知らないわけです誰もね、うん、私も知らないまだまだ知らないですねまだまだどういうことなのか体験してないてこんな話になるとは思わなかったですね今日はねはいそういうことでですね、はいえー、今日この料理シリーズねお鍋お鍋をねついにね半年かけてね半年以上ですね7ヶ月かけて買いましたよオーケストラさんでね それからですね、このね、えー、なんか YouTube かね、あの、うん、あれ、あれだ、Google ニュースかな。そうめんが出てきたんで、これをね、買いましたね。あとお蕎麦もね、そのうちやりたいと。あとね、あの、麺つゆね。えー、それが隣に2倍濃縮のがあったんでね、それね、あの2倍じゃなくてね、そのままね、あの、濃いやつでね、私的にはね、あとネギを買ってきて、あ、あとそうだそうだ、ズッキーニっていうのにね、 もうズッキーニって知らなかった。今食べ、食べたことありますけれども、えー、キュウリもね、一本な、一本ね、800円ぐらいだったかな、キュウリね。うん。ちょっとキュウリ高い。あい、それは嘘ですけどね。キュウリ一本、ん,んいくら6六十3円だったかな。忘れちゃったな。えー、忘れちゃった、ね。キュウリはですね、あ買ってきてそのままかじればいいのか。まあ、料理、料理じゃないんですけどね。 あ,えー、あと、ナスね。ナスを初めて買いましたね、うん。生まれて初めてかも。生まれて初めてではないんですけどね、えー。恐怖の料理シリーズね。はいえー、さこれをね、どうやって食べるかですね。あのね、オリーブオイルっていうのはね、あのー、あとね、ごま油とかね、油もね、ちょっとあれなんですけどね。えー、ちょっと検討中でわさびを買いましたね、わさびね。はい。<laughs> ということでですね。 えー、今回、恐怖の料理シリーズなんですけども、えー、盛りだくさんということでね。えー、あのこの本ね、この、この本ね、この私のトップのこの本ね、あの私も、今日もね、ちょっとあるところで見せようかと思ったけどね、ちょっとね、わざとらしいのでね。あの、わざとらしいのはやっぱダメなんですよね。やっぱ自然にね、なんとなくね、やっぱね、そういうタイミングとかね、タイミングとかね、 タイミングとかなんだろう、うんうん。やっぱりね、そういう時期とかね、やっぱりね、なんかそれ見せちゃってね、またね、うん、トラブルになっちゃうからね。うん、そういういろんなね、うん、だからそういうのもね、天の声ね、天とかア,アカシックレコードね、アカシックレコード、ハイアーセルフ、うん、これずっとね、量子力学ね。量子力学ですね。はいえー、量子力学は、うん、すごいですね。と、はい、いうことでですね。はい えちょっとね、あの、そうめんをね、もうそうめんのプロに、えー、に目覚めましたんでね。あとお蕎麦でね。えー、これでもうゆで太郎さん行かなくなるかどうか,かね。やっぱりゆで太郎さんがね、一番美味しいからね。うん。あのね、あの、動画撮ってないで早く食べればいいんですよね。うん。えー、だけどちょっと映したいなっていうね、このね、悪魔っていうかね。うん。えー、まあ、今日ね、そうめんをね、食べますね、こう。 三束ぐらいいけんのかな三束は食べすぎかな二束かなうん。二束にしときますね。それで足りなかったらね、もう一回やったっていいんですかね鍋、お鍋買ったからね。えー、あとガスになったのでね、えー。ガスになったんで、やっぱりね、うん。やっぱり火のがね、うん、ちょっと危ないですけどね。危ないって言えば危ないですけどね。うん。あれ。うん。 んかそれだけね、もういつも気をつけてます。もう必ずね、私元栓をね、必ずもういちいち締めてますけどね。いちいちね、いちいちね。本当はあの、電気とかもね、あの、抜いた方がいいっていうかね。ただね、電気のね、大元、大元あるじゃないですかね。あの、うん。家についてる。電気のコンセントね。あれは、やっぱりこう、あんまりね、こう、抜いたり、刺したりしない方がいいと思うんですよ。うん。それはね、うん。だから、何ですかね。うん、ああ、なんだろう。 さっきでねあの、延長コードでねあのあれで、あれですればいいんですよ。うん、あの何でもね、消耗しますからね、うん。だからスマホのバッテリーってずーっともう昔から言ってるんですけどね、スマホのバッテリーがね、消耗しないでね、Wi-Fi でね。あ、なんか Wi-Fi のなんかね、情報がね、結構出てますね、Wi-Fi のね。うん。だから Wi-Fi のこの間も、ね、こっちとこのチャンネルには撮ってないですけどね。 Wi-Fi の,、ねうん、の話っていうかね、もう、まあ、あのまあ、電波の話ね、電波の話もずっと昔からやってますけどね、うん、まあまあ、誰も興味ない、ああ、昨日ね、なんだっけね、まあ、あのまあ人工、人工石油あ、それも、それはアップロードしましたけどね、うん、なんていう会社だっけな、うん、あとね、あのーえー、プラスチックを石油に戻すっていう会社がね、プラスチックを石油に戻すっていう会社が、 うん、それもね、そういうのもね、まあ、誰もね、聞かないんですけどね、うん、やっぱりね、録音しないとダメだなってねちょっと反省してね、ちょこちょこっとね、一本でもやっとけばね、うんあのうん、いいんですよ。一本でもね、別に再生されなくてもいいんですよ。うん、これ載ってなくちゃいけないんですよね、この YouTube とかインターネットにね。ペ、うん、ージー作ろうかな、これね。プラスチックをね。まあ乗ってますけどね。 それでもね、作った方がいいかなっていうね。うんえー、そういうことで全てね、天の声でね。うん、でオーケストアの方ね、うん、オーケストアの全員、うん、関係者の方、オーケストアだけじゃないですけどね。えー、この通りなんでね、今言った方のね、うん、一番早いのはね、もう貧乏さんっていうね、ツイッターの方を見てくださいね、うん。あとこの本買っても図書館でね、頼んでね。図書館でね、えー。あとこの私のトップページにいっぱいもう、うん、もう、 で、だんだん減らしていってますけども、うん、あの、うん。まあ、トップページにはもうこれでね、もう、うん。ああ、今日ね、学び場っていうね、あの、内海悟先生のね、なんか良さそうな動画がね、今ちょっとね、タイトルが出てたんでね、ちょっとそれ今から見ようと思うんですけどね。うん。あとね、あとね、あとチラッとね、ええー、ちょっと待ってください。 ちょっと待って、これ重要、これね、これね、アンパンマンでちょっと後あとでやりますけどもね。アンパンマンでね。うん。あー、とでこれね。ジモティ、ジモティ、ジモティ。ジモティほら、ここ4になって、管理画面ね。4になって、ついに、621閲覧数で4になりました。ありがとうございます。ね、ジモティね。うん。陰謀話し合うか、いさが嵐してね、これね。 621です。こっちの元祖の百794ですね。こっちはね、生演奏たもつしむ会、あやね会は360ですね。はい、えー、でですね、はい、盛りだくさんで、はい、えー、これ、小池、これ、ノートっていう私のブログですね。あこれね、あの笹川さんとかね、小池百合子さんね。えー、でここ、国民保険、健康保険料、91万2230円。これね、これ、これ。はい <laughs> これはもう公務員ってやばいよね、公務員ね、うん。公務員の話をしようと思ったんですけど、また次ですね。長くなっちゃいましたね。はい。はい。えー、どうも、すみません。はい。えー、このぐらいで、えー、1回ね。1回。えー、はい、どうも。ちょっとね、しばらくね、ストリートピアノね、多分ね、行、うんまあ、け,けたら行くんですけど、行かん,、うん、ちょっと行けないっていうかね、うん、あのー、はい。あのー、感情でね。 うんあの、あら、はい、えー、ちょっとね、うん、あの、まあうん、ちょっとね、えー、いろいろ事情があってね,ですね、うん。あ、ホテルのピアノね、ホテルのピアノにも行きたいんですけどね、あとね、ベヒシュタインね、ベヒシュタインのあのお店ですね、えー、あそこはどこだっけな、なんて駅だっ,っけな、あそこにもちょっと行かなくちゃいけないんですけどね、もう行かなくちゃいけないのでね、あと7月31日はね、まあちょっとね、うん、どうなるかね。 えー、まあ、どうなってもいいんですけどね。はい。はい。あの、うん、うん。あの、はい。まあ、大丈夫だと思いますけどね。まあ、先のことをね、心配するのってね、本当に意味ないのでね。先のことうん、明日のことをね、心配するのってもう何の意味もないですからね。もう未来なんて本当にわかんないから、うん。何が起きるかわかんないんですね。はい、えー。ずっと言ってきましたけど、はい。どうもすいませんでした。失礼します。はい。